はい皆さんこんにちは、鉄棒でございます。いつもひまぼうチャンネルをご覧くださいましてありがとうございます。えー、このサブチャンネルもふと着つけば登録者数が4000人を突破いたしました。ありがとうございます。ひとえー、一に皆様のご支持のおかげでございますと本当に感謝しております。ということで最近ちょっとね、このサブチャンネルも、えー、固めの話が続いてきまして。 まあ、鉄坊図チャンネルで流すにはどうかなと思って、ひま坊図チャンネルに流したら、ひま坊図チャンネルにしてちょっと硬すぎるかなって話が多くなってきたんで、え今日は、えー、方向性をガッと変えて、えー、非常に柔らかい話ですね、まあ。私の昔話でございます。旅行会社にいた頃の昔話でございますけれども、お聞きくださればなと思います。であの、サムネにもありますけど、10万円もらったっていう話なんですけど、うん まあ、何をどうもらってっていうね、これがちょっとね、今回の、えー、テ,ーマテーマで話したんですけど、えっとね、話はね、20年ぐらい前の話なんですけれど、私が、いわゆる VIP と呼ばれるタイプのお客様ですね。で、どういうお客様だったかっていうと、とある銀行の えー、とてもとても大切なお得意様、もうたくさん預金されてるような方ですよね、でいわゆるお金持ちの方をたくさん連れてこられるというツアーで、で、えー、私はそのツアーの、えーね、ちょっと裏方的な、お客さんの前にいることも結構多かったんですけど、後から振り返れば、だから今日みたいな話になるんですけど、えー、っとね、 裏方、まあ、そのツアーが滞りなくお客様に粗相がないようにとてもとても VIP だったんで粗相がないように私がいろんなとこ先回りしてなんかこう、ね、あのチェックしたりするような、まあ、そういう仕事を仰せつかりましてで、まあ、ツアーが到着した時に 空港にご挨拶に行くわけですけれども、ようこそお越しくださいましたってね、この度お手伝いをさせていただきます、鉄坊図でございます。まあ、鉄坊図っていう名前は当時も知る良しもございませんが、本名ちょっと言えないんで、鉄坊主でございますっていうことで、一応鉄坊ということで通させてもらいますけど、ね、よろしくお願いしますっていう感じで、で、えっ、ー、とまあ、えっ、ー、と、日本からは天井員の方。で、この添乗員っていうのもね、えっ、ー、とね、いわゆるね、パッケージツアーに来られる添乗員って、 プロ店っていうね、天井員をプロとしてやってる方が多いんですけど、こういうね、えー、っとね、こういう接待旅行、まあ接待旅行って言ったら、インセンティブって旅行業界で言うんです。報奨旅行とか言うんですけど、まあいわゆるお得意様を連れてこられるようなツアーの場合は、大体いいこういうのっていろんな企業、法人を回る営業マンが取ってくる仕事なんですよ。だから大体いいその営業マンが添乗員として来ることが多い。 でですからまず添乗員がいて、あどうも、あのご自宅であのお世話させていただきます、鉄道でご、まあご挨拶をするわけです。で、次にご挨拶するのは、オーガナイザーっていう人で、これはそのツアーの、まあ、団長なんですけど、この場合は銀行のね、えっとね、頭取まで行かなかったけど、結構偉い人、副頭取だ、なんかかなり偉い人が来てた、本当にもう、もうその銀行、まあ、地方の銀行なんですけど、本当、ナンバーワンナンバーツーかナンバースリーか、もうそれぐらいの方,の方が結構来て,て偉い、その人も偉いい。で その人と他のお客様なんですけど銀行のお得意さんだからそのオーガナイザーの銀行の偉い人にとってみてもその他のお客様はその人にとっての大事なお客様なんですよ。ね、でも私たちにとって一番大事なのはこのオーガナイザーなんです。なぜならこの人が発注してくれてるこの人が発注してくれてるから。ね、だから我々のまあ実際にその他のお客様はもちろんお客様ですけど一番私たちが重要しなきゃいけないそのオーガナイザー銀行の人。 でも銀行の人は銀行の人でお客さんをしっかり見なきゃいけない。粗相があっちゃ困ると。なんかあったら自分のところの銀行のね、いろいろ評判にも関わるからっていうことで。まあ、こういうふうになってる。大体こういうあのインセンティブ、報奨旅行っていうのはこういう人用で来られるんですよ。で、まあもちろん、その時は銀行の方はお一人だけだったっていうのはお客さんが20人ぐらいしかいらっしゃらなかったから、本当にだからよりすぐりの人が来られたんだと思うんですけど、うん。なんですね。 ということで、まあ、ごえー、店長に挨拶して、銀行の,その偉い人に挨拶をしたら、銀行の偉い人の横にもう一方いらっしゃった。で、この方はその、その他全員のいわゆるお得意さんのお客様の中のまあリーダー格みたいな方で、うん ふ、まあ、普段一緒にね、ほかのやっぱり、普だからお付きあルフしたりとかしてるんだと思うんですけど、まあ、そのリーダー格みたいな人が横にいて、で、銀行の方、いや、この方はこうこ々でご紹介させていただいて、で、私も、あそうですか、あの、今回、あの、皆様のね、えー、ご旅行をお手伝いさせていただきます、鉄棒でございます、よろしくお願いしますっていう感じでしたらね、あじゃあ、君がこれからやってくれたら、ありがとうね、よろしくお願いしますよ、よろしく頼むよぐらいのこと言われて、で、その後に、その時に、はいって渡された、はいって、で、はい、え でもあはいありがとうございますって言ってでもお察しだと思うんですけどこの封筒の中身に10万円入ってたんで,でねツアーをお世話した後にあの心付けっていうことでお金をいただくことはあります。まあ、それはあの よくお世話していただいてありがとうねみたいな感じで最後の心付けチップっていう形でお金をもらうっていうのはまあそう毎回毎回あるわけじゃなくてまあたまにありますしそう珍しいことではないまあ当時はまあバブルの頃ではなかったですけど今よりはまだ景気が良かった頃なんでまあお金ある方も多かったんですよな、まあ特にそういう、あのー、お金持ちの方が多かったから羽振りも良かったんだと思うんですけどまあとにかくそうだけど あのねツアーがね始まる前にねいきなり金渡されるっていうのは私はえー、とね後にも先にもその時だけでしかも10万,10万いきなり10万円もらったんでその時のね私のね感覚としては非常に複雑いや嬉しいですよ、もちろん10万。当時は円がもっと高かったからもう10万円なんて本当にもう。 当時のや月給したらもう本当に私の給料の半月分ぐらいになったんじゃないかと思うぐらいだからまあそこで嬉しいんですけど反面いやえらいもんもらっちゃったなとこれはもういやいやあの手抜くわけじゃないけど粗相があっちゃ困るなとえらいこっちゃと思いながらでまあまあいただいてまあ,ありがとうございますってふっふっしまっちゃうわけなんですよもちろんね、うん。でねそこから始まるわけですよ。まあ ところどころろどお客様とご一緒して、ところどころ先回りをして、であのレストランとかでお昼ご飯食べたりするときはちょ、そうそうがないか、ちゃんとレストランを席とか、ちゃんとチェックしたりとかするわけですよ。ね、ホテルにチェックインする前に、先にホテルに行って、きちんとね皆さんのお部屋にお、皆さんがお付きになれたときに、すっとお部屋の方に行けるかどうかっていうことも事前にやっておくわけですよ。その時お客さん来ていちいちチェックインなんかしたら、後ろの時間か,かってお客さんを待たせちゃうから、お客さんも待たせることはできません。もう我々が行って先に。 その時私1人だから私が先に行って全部やって「はいどうぞ!」みたいな感じでもう来たらお客様ですぐお部屋の鍵を渡して「お部屋どうぞ!」ぐらいのことをしなきゃいけないんですよ。VIP ってこういうもんなんですよ。ねでまあ一方でところどころお客様と、まあ、ご一緒するときもあってでまあそういう時はねお客様のお写真撮ったりとかね「はい社長チーズ!」みたいな感じで撮ったりするわけですよ。ねいやお客様笑顔が素敵でいらっしゃる。 本当にもう今日のこの素晴らしいお天気にも負けないぐらいの笑顔でいらっしゃるぐらいのことを言うわけですよ。まあ、詳細ね、旅行会社で、まあ、旅行会社ってもお客さんに出る係の人、出ない、お客さんの前に出ない人というけど、まあ、出る、お客さんの前に出る人は基本的にもう芸者じゃなきゃいけない。もう芸者をやりきる。もう本当に。 で、もうそういう感じでもよいしょよいしょよいしょじゃないですけどもお客さんをとにかく喜ばして喜ばして喜ばしてもう喜ばないったらこちょこちょするぐらいのことをしないといけないわけですよまあそういう感じでねやって、まあ、お客さんに楽しんでいただいてね,ねで事件が起こったのはえー、っとね高級ホテルでのメインダイニングでのお食事の時でまあこれもやっぱ私事前にねあのチェックに行くわけですよ 高級超高級ホテルのメインダイニングでこう広い広い広いもう本当に広いけれど大さかな感じです,、うん、すごい綺麗なレストランなんで,でそこに行って、まあ、そこの、ね、テーブルをやっぱり事前に確認しとかなきゃいけないきちっとセットされてるかねテーブルがガタガタしないかとか椅子がガタついてないかとかそういうことまでちゃんとチェックするわけです椅子が汚れてない全部チェックするんですよ本当に本当にきっちりあるんですよ、うん、でいまあ緑い 行ってで入り口のところのレストランのね入り口にいる人はそこにいたのはあの一番ホールの係の一番偉い人メートル D っていうんですけどメートル D がいたからメートル D と話をしてで一応ね今日こうあの夜何時ねあこういつはで来てるあのグループなんですけどテーブルをちょっとね確認させていただくのよくてやってまいりましたみたいなこと言ってでテーブルを見せたら「ん?」って向こうの人「んあんたのテーブルそこ?」みたいな感じで言われてで「えそこそこ?そこ」みたいな感じでもう本当に。 案内するテーブルの一番ーテーブルのレフトの入り口の案内する人がいるところのすぐ後ろみたいな感じだったんでいやさすがにこれはなし,なしだろうと思ってうちの今日のお客さんでここはダメだなと思ったんで。 そのメトルって、「いやねあのうち VIP っていうことでお願いしてたと思うんですけどここじゃテーブルちょっとまずいんですけどね」みたいなことを言ったんですけどそしたら「いやごめん今日ここしか空いてないからもうね今日は満席なの」ね「総理フーリーブックド」みたいな感じで言われるんですよフーリーブックドはもう全部大丈夫、まあ、ブックドアウトとか言ったりもするんですけど要するに全部売り切れみたいな感じで言われるんですけど。いやそうは言われても でそまあ、普通のツアーだったらそこで、まあ、しゃあねえかと思うんですけどんせその時は10万もらってる VIP のツアーだからねでまあ10万円もらってるしなと思ってそれにあとあのすごい VIP で予算がまあそこそこあったツアーなんで上司からも、あのー、何かねもうお客さんのサービス第一だから何かの時はもう多少の実弾投入もやむを得ないぐらいのこと言われたんでよしここは実弾を投下する時だと思って。 まあ実はよそお金なわけですよ。でね、そのメートル D の人をね、もう一回呼んでね、あ、すみません、ちょっともう一回ちょっと話あるんですけど、みたいな感じで、で、私はここに、えー、っとね、20ドルさと挟み込んでるん。まあよくあることなんですけどね。でね、まあ今日ちょっとね、あのテーブルがないって聞いたんですけどね、そこをまああなたのお力で何とかしていただけないと思いますよ。ろしくお願いしますよ、みたいな感じでこう握手すると、向こうもわかる。なんか。 見えてない人それだけまだ20ドル。で見えてお願いしますよみたいな感じで言ったら向こうも、んみたいな感じで握手をして。で、分かるわけと感触で。ここに何か入ってるから。で、こうやって握手して、で、こうやって見て、っていうふうにしたときに、で、彼がこう見て、にっこり笑って、Now you are more VIP って言われた。あなたは今からもっと VIP になりますみたいな感じで言われるで まあもちろん私もお金を実弾を投入してるわけですから当然もっといいテーブルをもらいたいわけですけどそしたら向こうのお分かったじゃああなたたちのテーブルはね一番奥あの窓のね景色の綺麗に見えるところに移りましょう」みたいな感じで「あなたたちは VIP なんだからそこに行かないとダメだよ」ぐらいのことを言われちゃって「いや <laughs> あなたさっきまでそこしかないって言ってたじゃん」みたいなことを思ったんだけどまあ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 うん。 もう VIP なんだから映りましょうみたいな「ああそうかそうかやっぱり良かったね」みたいな感じでみんなで映って。 奥行ってで、頼みもしてないのに、いろんなカートゴロゴロゴロ押してきて、ですねなんかお酒いっぱい乗ってるわけですよ。であのね皆さん、お酒をお飲みになるときに、ねまあ、お待たせしちゃいけないから、ここですぐ用意しとくようにね、ねここに一人、こう要意を置いておきます、スタッフ置いておきますみたいな。でそれとは別に、ね、もともとねあなたたちを担当するウェイトレスねウェイトレスのなんだっけ名前忘れた、まあい,いや、仮にジェニファーと、このジェニファーがねご案内しますからみたいな、なんかあったらジェニファーにお付けくださいみたいなことを言うわけですよ。もう態度、ひょう変ですよ。108グラ 20ドルで人間ってこんなに変わる20ドルって2000円ですよ極端にやるこんなに変わっちゃうんだとっていうことでございますまあ20年も前の話だからねに20ドル今やったら20ドルでそこまでうまくいかないのかもしれないけれど、うん、皆様がもしカナダとかまあアメリカも同じようなもんですけどねお越しになる時はあのいいサービスを受けたい時は多少の実弾を 豆乳をご、えー、ご考慮、ご検討いいただければと思います。そうするとあなたの旅がより彩り豊かな楽しいものになると思いますよ。ということで今回はこんな感じでお話をさせていただきました。ご清聴どうもありがとうございました。